回通りたかった。ゴミを蓄えたのに決まらないんだけど。え？今でよかったって明日の関係展開に出るからって、ゴミに蓄えた。あれ？早かった？タラヤマイトテスト中です。マイトテストしています。ただいま同調北の前半径パスコイコール、マイトテストしております。マイトテスト中です。もっと上げた方がいい、もうちょっと上げた方がいい。ただいまマイトテスト中です。ただいま同調北の前半径パスコイコール、マイトテストしております。はい、 OK です。ありがとうございます。同調した前の半径パスコイコールにお集まりの皆さん、お疲れ様です。これからこの場所でコイコード81回目始めていきます。今日はいつもより少し暖かい感じがありますが、風もありますので体調管理非常に注意してお願いします。そして足元も非常に滑りやすくなっていますし、歩道上の雪は先週よりもさらにまた増えていますので、歩道を歩かれる方、また自転車通行される方に、すぐステージ取れるように、私たち車道側をお借りしています。歩道の真ん中にあります点字ブロックから、さらに車道側の方に寄っていただいて、歩行者の方々に十分なステージができるように、開けていただくようにご協力お願いします。それから、お近くではまだお仕事されている方々がおいでいらっしゃいますので、音についても十分にやっていきますので、その点でもご協力をお願いいたします。今日は1月24日、今日から国会が始まりました。来年度の予算案、審議始まるということでありますが、同時に東京では補修選挙が行われています。今回また15人というものすごい多くの方が立候補されていますし、1年前にも都知事選やったばっかりで、また、とんでもないことで選挙が行われていると。一回都知事選挙やると50億円かかるそうですから、本当に無駄なことだなと思いますが、今回の選挙では主要と言われる4人の候補者のうち3人までが脱原発だというふうに一応主張はされています。それぐらい脱原発と言わなければ今の都知事選挙勝てないというぐらいになっているというのは現実だと思いますし、3年4年前から考えますと考えられないことだと思います。都知事選挙の争点の一つに原発問題がなるということ自体も、やはり参院選挙を経験したということがありますが、その中でも多くの人が脱原発を言わざるを得ないということは、国会前の行動をはじめとして、多くの方々が原発のない日本を作ろうと声を上げてきた、その成果だなというふうに思っています。私たちも81週間この場で声を上げ続けていまして、これだけやっていて、どんな成果があるのかというふうに具体的に言われれば、なかなか簡単には言えませんけれども、都知事選挙なんか見ていますと、全国各地で金曜日も含めて脱原発の声を上げているということがいろんな形で現れてきているということも少しずつでありますけれども感じられるようになってきています。私たち札幌の高田、本当に寒い中でありますが、多少根性がないとというところもありますけど、それだけではなくて
今言って大人の責任として現場でなくためにこれからも声を上げていきたいと思います。まあ、今日は寒いと言ってもどうもプラスの気温のようですので、まだまだ過ごしやすいかなと思いますし、今日も旭川でも市長でも同じように同じな思いを持った仲間が声を上げています。そういった人たちと一緒になって、まあ、この場には来れない方々大勢いらっしゃるわけですが、そうした道民の願いも背負いながら今日この場からまた声を上げ続けていきたいと思います。そしてこの道庁北の前、あのご近所の皆さん、ご通行中の皆さん、私たち北海道反原発連合、毎週金曜日、道庁北の前をお借りしまして、原発のない北海道を作ろうと声を上げています。今日もこれから2時間にわたりまして、この場で声を上げます。大変大きな音ですので、皆さんにもご迷惑はおかけすることになるかもしれません。大変申し訳なく思っています。私たちも、この行動81週間続けてますが、もっともっと早く終われるんではないかと思っていました。私たちの思いは、高橋知事が道民の代表として、この北海道には原発いらないという立場をはっきりしてほしい、そのことを明言してほしいということをこの場から要求もしています。それ自身はそんな難しい話ではないんじゃないかと、ずっと思っていました。泊原発はすでに停止して1年半が経過しました。原発が止まっても北海道の電気何にも問題は起きていません。私たちの暮らしにも影響が出ていません。そうであるならば、なぜもう泊原発いらない、そのことが、その一言が言えないのか、私たちは本当に不思議ではありません。道民の多くが北海道に原発がいらないということをはっきりと立証していますので、高橋知事は道民の代表として道民の思いを実現するために、泊原発はこのまま廃炉にする、そのことをはっきりと明言をしてほしいと思っています。青森県の大間原発の建設に対しては、反対であるということをはっきり言ってますので、大間原発に反対をするのになぜ泊原発には反対をしないのか、ダブルスタンダードだと言われてもしょうがないと思います。大間にも泊にも北海道に関わる原発の建設運転には反対するという立場をぜひはっきりと表明してほしいと思います。そして幌延町に今建設されている核のゴミ捨て場、今は核のゴミはそこには捨てないというふうになっていますが、今350メートルもの穴を掘ってそこに何を入れるのか、もう核のゴミしか考えられないというのは、これ誰もが考える常識的なことです。もうすでに20年という決められた実験期間が間もなく終了していますので、そんな350メートルもの穴をそのままにしていた危険極まりありませんから、どうやって埋めるのかということの相談が必要です。しかし未だに道庁はその埋め戻すための計画について明言をしておりません。立場がはっきりしていません。私たちは大間原発建設に反対して、高橋知事は泊原発を廃炉にすることを、大野部を核のゴミ捨て場にしないことを、このことをはっきりと表明してほしいと思っています。今日もこの場から多くの仲間がそれぞれの思いを自分の言葉でお話しさせていただきます。そして再稼働反対、原発やらないという私たちの思いもこれから声を上げていきたいと思っていますので、ご近所の皆さんには大変ご迷惑になるかもしれませんが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは81回目になります。道庁北門前、反原発攻撃行動スタートします。再稼働反対、北海道反原発連合です。今週も金曜日午後6時、この北門前から皆さんに向かって私たちの思い、私たちの叫びをぜひ聞いてほしいと思います。今日は国会が始まりました。そして東京では都知事選挙が行われています。2011年の3月11日、あの東日本大震災、そして福島第一原発事故、これを受けて今日本全体が、多くの国民が原発は大変危険だということを悟って、この日本には原発が必要ない、
その声を上げています。その国民の声が今回の東京都知事選挙にもいろんな意味で反映していると思います。多くの候補がその本気度がいろいろあったとしても脱原発を主張されています。私たちは選挙で公約をされたこの脱原発を当選した後ぜひとも実現をしてほしい。その立場で国に働きかけてほしい。東京都民は原発が作った電気が必要ないんだということを東京電力さまざまな方面に働きかけてほしい、そう思っています。私たちは東京の仲間と一緒になって声を上げます。再稼働反対、やがて3年が経過をします。今岩手、宮城、福島30万人近い方々が未だに避難生活を余儀なくされておられます。福島でも15万人の方々が未だに避難生活をされています。私たちは人類は未だ地震津波を防ぐことはできません。しかし原発事故は防ぐことができました。原発のあそこにあったがために福島の15万人の方々が自宅にもふるさとにも戻れず、3回目の冬を寒い仮設住宅で過ごさなければならない、これが今日本で起きている現実です。そのことを無視してそんなこと何もなかったかのような顔をして原発を再稼働させる、そんなことは今生きている私たち絶対許すことはできません。再稼働反対、いまだに汚染水が漏れている、3号機から漏れている、この漏れている話ばっかりです。どなたかが汚染水が完全にコントロールされていると言いました。誰も信用していません、そんなことは。そしてどうやったらこの汚染水が漏れるのを防ぐことができるか、いまだにその答えに使っていません。それだけこの放射能というものは厄介です。いまだ人類はこの放射能を安全に確認する技術を持っていません。技術がないにもかかわらず日本に54基もの原発を作ってしまいました。そのことを許してしまった大人の責任を私たちは果たさなければならないと思います。その責任を果たす道、それは今すべて停止をしている日本の原発、これを二度と動かさない、そのことに尽きると思います。再稼働反対、この日本に54基も原発を作ってしまいました。この日本中どこを見ても絶対に地震が起こらない場所、
そんなところが果たしてあるんでしょうか。日本に住んだことがあるならば、そんなことすぐに答えはわかります。日本中どこにいたって、地震がいつ起きるかわからない。あの東日本大震災だって、阪神大震災だって、あの規模の、大変大きな規模の地震はいつ日本、どこで起こっても不思議ありません。原発を安全に動かすための対策なんて、いくらやったって無駄だということ、そのことがはっきりしてるし、原発を動かすために、なぜそんなに無駄な税金や無駄なエネルギーを使わなければならないのか、たかだかお湯を沸かすための、その機械のために、私たちはどれだけ将来に不安を持たなければならないのか、そんなことを考えれば答えははっきりしていると思います。私たちが選ぶ道は一つしかありません。原発反対、子どもたちへの健康被害がいつどのような形で現れるか、多くの方が不安を抱えています。25年前のチェルノブイリで起きた原発事故、その影響が25年経った今も新たに生み出されています。放射能による内部被ばく、これによって生み出される健康被害はいつからどんな病気が増えるのか、まだまだ分かりません。これから何十年にもわたっていつ何が起きるか心配抱えなければ暮らさなければならない、これが福島の現実です。そんな福島の方々、子供を持った親御さんたちの気持ち、そのことを私たち考えたときに、福島は福島のこととして北海道では原発を動かす、そんな選択肢があるんでしょうか。そんなことは絶対ありません。最下の反対、お話をします。そして旭川でも釧路でも同じ思いを持った仲間が、原発のない北海道を作ろう、一緒に作ろうと声を上げます。東京でも都知事選が行われているさなかですが、国会前、官邸前では私たちと同じように日本から原発をなくそうと声を上げて多くの仲間がいると思います。そしてこの場には来れないけれども、この金曜日の行動には参加できないけれども、同じ思いを持った方々が大勢いらっしゃる、そのことをはっきりしています。私たちはそうした方々、この場に来れないけれども、この北海道、原発のない北海道を一日も早く作ろう、今止まったままの泊原発は二度と動かさない、同じ思いを持った方々、その人たちの期待を背に背負いながらこの場に立って声を上げています。だからこそこの寒い中でもこうして声を上げることができます。私たちは今日もこれから2時間声を上げていきます。ぜひ私たちの声を、叫びを胸に加えてください。最下の反対、最高。
だたくさんの明かりがついています。多くの同庁職員の皆さんがまだお仕事をされているんだと思います。来年の予算編成のお仕事など今一番大変な時期だと思います。皆さんのお仕事によって私たちの暮らし守られています。本当にお疲れ様です。皆さんに心から感謝をしています。そして同時に大変な同財政の中で同庁職員が減らされる中で大変なご苦労されていると思います。その苦労に輪をかけるようにして泊まり原発の安全対策だとか避難計画作りだとかそんな無駄なことに本当に皆さんのエネルギーが割かれること、私たちの税金が使われていること本当に腹立たしく思います。同庁職員の皆さんはなかなか表立って泊まり原発反対と言いづらいのかもしれませんが、それでも同じ思いを持った方々が大勢いらっしゃるだろうということ、私たちはそのことを知っています。だからこの場でも皆さんと一緒になって同庁職員の皆さんと一緒になって農民が声を上げて頑張りたい、その思いを伝えたいと思います。その思いを持ってこの場でお話をしていること、そのことを同庁職員の皆さんもしっかりと受け止めてほしいと思います。いつか一緒になって声を上げましょう。最下の反対、参加していると言うと首都圏反原連の皆さんが北海道の運動、私たちが吹雪の中でも再稼働反対訴えているところにすごく勇気つけられる、そう言っていました。私たちは人数は少ない、魅力だけど無力じゃない、再稼働反対と続けていましたが、私たち のこの行動は多くの人に勇気をつけています。そして今現在日本に原発は稼働していません。ドイツでも脱原発の動きが進んでいますが、真っ先に脱原発を実現しているのは今のこの日本です。そんな危険な湯沸かし器に使う原子力を使うことなんて必要ありません。原発はいらない、このまま動かさないで廃炉にしていきましょう。そのことを今日も訴えていきます。再稼働反対、この場を離れていった人たちでも反原発運動を続けている、そういった運動はやめることがありません。なぜなら原発はいらない、私たちは間違ってないからです。再稼働反対、
日本が原発を売ろうとしているインド、よくラトゥールさんが、まあ、私たちの仲間のラトゥールさんがインドの話もしますけども、そこでは安倍首相に、安倍首相来る、インドに来るのは構わないけども原発はいりません、そのプラカードを持って写真を撮る、そういった運動が流行っているそうです。すごく勇気づけられるし、逆に私たち日本の首相がそういうことをしてインドの人たち、世界の人たちに対して反感をされている、すごく恥ずかしいことだと思いませんか。高橋知事、あなたは首長です。北海道を左右する私たちの安全を守るため決断しましょう。泊まり原発は今すぐ廃炉、必要ありません。再稼働反対、怒りを持続することは大変難しいことかもしれませんが、今日本が行っていること、一部の新聞や雑誌なんかは報道をまだ続けている、それを見るために怒りはまた蘇ります。今ある福島、まず何とかしないと。そのこともせずにオリンピックだなんだ浮かれたことを言っている場合じゃありません。東京は本当に汚染されている、ホットスポットもたくさんある、そんな状況でオリンピック、ここに立っている人たちが何人も言ってますが、そんな国に本当に選手たちが来るんでしょうか。全盛期の本当にアスリートの人たちがこの国でオリンピックをやりたい、そう思うんでしょうか。誰かの犠牲のためのオリンピック、誰かの犠牲のための生活はしたくありません。まさに原発は誰かの犠牲の家に成り立っていると思います。そんなことは高橋知事、あなたも承知の上なんじゃないでしょうか。原発はいりません。再稼働反対。こんばんは。お疲れ様です、今日も頑張っていきましょう。高橋晴美知事、そして、同職員の皆さん、お仕事お疲れ様です、僕は東区に住んでる山崎と言います、僕はやっぱり改めて今、再稼働反対だとぜひ決断していただきたいと思い今日参加しました。この暮らしや生活を支えるために電力を供給しているのに原発を動かすことによって暮らしや生活が脅かされなければいけない、こんな矛盾を抱えている、そういう電力を僕は使いたくありません。もう1年以上北海道では原発を動かすことはしていません。このまま本当に原発のいらない北海道をぜひ作ってください。もうすぐ東日本大震災から3年が経とうとしていますけれども、僕の友人も福島に住んでいますが、
その福島の友人は本当に毎日不安を抱えながらこの3年間を過ごしてきました。不安や将来への本当に子供を産めるんだろうかとか、そういうのを心に毎日抱えて過ごしています。そしてその家族や友人が全国各地にいます。そういう人たちの怒り、そして不安をぜひ今こそ政治が答えるべきではないでしょうか。都知事選でも原発はやめるという候補者が多数出てきています。北海道もこれから将来の政治を考える上でぜひ今の高橋知事のこの状態で原発をやめると決断してください。お願いします。再稼働反対。原発事故が起きてから間もなく3年です。これだけの時間が経ちながら原発というものは一旦事故が起きれば人間の手に負えないものだということがはっきり分かっていながら、どうしてあなたは北海道の原発に必要ないこの簡単なことが言えないんでしょうか。もう1年半泊原発が停止しています。何か困ってますか。私たちの暮らしに何か影響してますか。あなたが未だに泊原発も行かないと言えない理由はどこかにあるんでしょうか。北電からお金をもらっているからですか。それ以外に私たちは理由か思いつくことできません。なぜ説明をしないのか、泊原発はどうするかということをなぜ表明をしないのか。まもなく震災から3年が経ちます。もうその態度をはっきりすること、もうその時期はとっくに来ていると思います。私たちは81週間この場でそのことを叫び続けてます。再稼働反対。この核のごみの最終処分場といわれるものは未だに世界に1カ所しかありません。10万年100万年地中深くに埋めておくんだと言います。10万年後に人間が生きているかどうか、地球がどうなっているか誰もわからないのに、それまで始末を行わなければならない、そんな危険なものがこの核のごみです。もし泊原発再稼働を許すんだったら、泊原発から出てくる核のごみ、あなたはどうするつもりですか。知事として再稼働を認めるのであれば、泊原発の生み出す核のごみをどうするか、そのことをはっきり決めてください。安全な処理方法を
あなた自身がはっきり言わなければ、ゴミでは処理方法が決まっていないのに、原発の再稼働が技術なんていうこと、絶対に認められません。再稼働反対。これらのことを考えれば、この北海道で原発を動かす必要、一体どこにあるんでしょうか。今北海道は原発ゼロが続いています。原発ゼロをこのまま続けておくこと、このことに何か不都合があるんでしょうか。もし原発を動かすんだれば、動かさなければならない理由、そのことを社会主義、あなた自身が説明しなければなりません。地位としての説明もなしに、国が認めたからいいんだ、そんなことは絶対に許せません。再稼働反対。原発ゼロは非現実的だと、そんなこと言う方もいますが、現実が原発ゼロなんです。原発を動かすんであれば、今の現実を壊すんであれば、壊さなければならない理由、わざわざ原発を動かさなければならない理由を明らかにすべきです。知事や国連がそのことを明らかにせずに、ただ単に国連と一つの民間会社の経営が大変だから、そのことだけで原発を動かす、国電の儲けるために570万人の農民の命と暮らし、そしてこれから生まれてくる子どもたちの未来、そのことを全て不安に陥れる、そんなことは誰が考えたっておかしいじゃないですか。だからこそ私たちは80週間叫んでるんです。再稼働反対。3年も経ってもこれだけはっきりと質問をする、それだけもうすでに原発は必要ないということが明らかになっているということだと思います。もう1年半も止まっているわけですから、わざわざ動かす理由が一体どこにあるのか、社会主義、あなたはそのことを説明する義務があります。私たちの行動に対して何も言わないで81週間過ぎています。そのことはまあしょうがないとしたとしても、知事として泊まり原発はどうするつもりなのか、新潟県知事のようにとは言いません。あそこまで立派なことを言えなくても、あなた自身の答えを考えを言葉にしてもう話をする時期に来てるんじゃないでしょうか。国の判断待ちなんて、そんなことは子供だって言います。あなたは北海道の代表者であるならば、国の判断がどうだろうと北海道はこう考えるんだ、知事としてこう考えるんだということをはっきりと言ってほしいと思います。私たちと一緒に声を上げましょう。
再稼働反対。もう一回選挙出るような話になっています。それはあなたの勝手だからとやかく言いません。出るのは自由です。しかし既に十何年もこの北海道地にやってるんであれば、そうであるならばこそ泊まり原発をどうするか、そのことをはっきり言わずに選挙出るなんてこと、誰が考えたっておかしいじゃありませんか。選挙出ると言う前にあなた自身が言わなきゃならないのは、泊まり原発はどうするのか、この海はどうするのか、そのことだと思います。そういうことじゃ何も言わずに自分の選挙のものだけ言う、それであなたは一体何のために次の選挙に座っているのか、そのことを疑ってしまいます。チーの椅子ってのはそんなにおいしいですか、そんなに楽しいですか。チーの椅子は私たちはこの十何年間、とりあえずあなたが北海道民の代表だと思ってきました。選挙で選ばれた以上、そうなっています。いいか悪いか別としてそうなんですから、私たちの声を代表して、国税や政府に対してはっきり言ってください。再稼働反対。今日は本の宣伝に参りました。ちょうど10日くらい前に出版されたんですけれども、国際原子力村というこの形成の歴史と実態という、1500円ぐらいの本を出しました。でこれは僕とそれからフランス、スイス、それから、そういう外国 のジャーナリストとか専門家、それから日本の研究者5人で共同執筆の本なんですね。ですから多分本屋さんには並ばないので、合同出版で国際原子力村っていう本を注文していただければありがたいと思います。で、内容はですね、アメリカの核開発開発と放射線の人体影響研究のこと、それから、チェルノブイリの、犯罪、それからチェルノブイリの健康被害の解説、そして私が生鮮量でも非常に健康に影響があるぞという最新の研究の紹介をしています。で、今の東京の都知事選挙が始まっていて、首相経験者2人を出す原発ということで運動をやっているぐらいですので、この北海道でもやはりその心ある政治家だったらば即時出す原発ということを
不動化にしてやらないと、知事にはなれないぞと、そういうような性能を作っていければと思います。で、ということで、まだまだもう少しで冬が終わって春が来ると思いますので、3年目の参院審議が来ますけれども、私の所属している医療救助の会でも今年もいろいろなイベントをして、原発をなくす、核被害をなくすという運動をしっかりやっていきたいと思います。共に頑張りましょう。この運動は長くなるかもしれません。時にくじけそうになったり諦めそうになることもあるかもしれません。けれど同じ思いの顔も名前も知らない皆さんとこうしてつながっていることが私たちの誇りです。たくさんの方々と力を合わせれば必ず私たちは前に進むことができます。私たちが諦めてしまわない限り必ず私たちの願いを叶えることができます。なぜならばこの国の主人公はこうして正しいことを堂々と声に出し、雨の日も雪の日も行動している私たちだからです。私たちは無力かもしれませんが決して無力ではありません。これからも手をつなぎ未来の子どもたちの大切な命を守っていきましょう。皆さんがこうして今夜も寒い中頑張ってくださっていることが私たちの希望の光です。東京の参加者の皆さんがどれほど励まされていることでしょう。泊まり原発を二度と動かさないこと、このまま一日も廃炉になることを決め、日本中から原発をなくすため、私たち国会前ファミリーエリアも皆さんと一緒に頑張ります。お体をくれぐれも大切に共に頑張りましょう。いつか皆さんにお会いできたいと思います。その時は作業をさせてくださいね。その日を夢見て今夜も頑張ります。国会前ファミリーエリア千葉のあすか、以上です。最後の私はちょうどこの震災があった時間に道庁にいました。その時放送がかかって黙祷しましょうと館内にかかり、道庁職員の皆さんは一旦手を止めて全員が立ち上がって黙祷しておりました。本当に私も嬉しいっていうのはちょっとあれですけど、同じ思いでその場で黙祷しました。その 3.11 がもうあと数日です。本当に震災は福島ばかりで、私たちは反原発運動をしてますが、まだ苦しんでいる人たちがたくさんいて、東北の皆さんは本当に苦労しています。
そして本来だったらもう帰ることができるはず、原発さえなければとっくに帰れていたのにもかかわらず、原発が事故があったせいで帰ることもできない、仮設住宅で3回目のお正月を迎えた、本当に寂しいという記事を読んだことがあります。止まれ原発も、そうならないとは限らないのです。原発がなかったら、そう言って自ら命を絶った方もいらっしゃいます。そうなる前に決断するのが大人の責任じゃないでしょうか。原発が危険だということは世界中の人が知っています。判断しましょう。泊まり原発はいりません。最下の反対。本当に怒りを持って、そして愛を持ってここに集まってくださっている皆さんに感謝します。どうもありがとうございます。スタッフなんかは、ね、この先100年も戦わなきゃいけないかもしれないという人もいますが、僕はそんなに長く戦いにはならないと思っています。なぜなら本当に処分することができない、原発のゴミをどうすることもできない、除染するって言ったってそれは移動しているだけ、そんなものが本当に長続きするとは思わないんですよ。本当にもしそうなったらもう人類が滅亡する、世界の終わりはもう始まっているって言う人もいますが、終わりがすぐそこまで来ている、本当にそれに気づかないっていうか、なかったことにしようとするマスコミや経済団体にすごく腹が立ちます。だからこそ僕はここで叫んでいます。毎回毎回叫んでいます。自分のために子供たちに格好つきお父さんになると思われたいがゆえに、誰かのためにとかって言うんじゃなくて、僕は僕のために立っています。原発はいらない、そこに確信を持って毎回毎回毎週金曜日81回欠かさずここに立っています。で、皆さん、そんな仲間は来れないときはごめんなさいって言うんですよ。今日は行けなくてごめんね、申し訳ないって言うんですけど、そんなことは言わなくて全然大丈夫です。来てくれたらすごく嬉しい、たくさん来てくれたら嬉しい、だけど謝ることじゃありません。本当に来たい人が来て声を上げましょう、ね、別に連帯感を持ちたいわけでもなく、ただ単に原発が止めたい、それだけで集まって声を上げる、毎週80何回続けてきました。本当に止まるまで頑張りましょう。最下の反対。ただその怒りを原発に向けましょう。原発はいりません。本当にあんな危険なものに頼る必要はありません。今全く日本中で動いていないのに誰も困っていません。それなのに経済界はお金がどうだ、新幹線を動かすためにリニアモーターが動かすためには原発が必要、オリンピックのためには、そんな嘘っぱち、みんな嘘だって気づいています。原発はいりません。原発を変えることはこの国の在り方を変えること、僕はそう思っています。働き方を変える、24時間の社会を変える、でもそんな無理しなくても、今のまま、生活のままでも、電気は
困っていません。エコカー減税とかの経済政策をするんであれば、もっともっと小さい発送電を分離して太陽光を 各家につけるとか、そういった努力で何もでも電気の安定はできるはずです。原発は危険で、むしろ安定感がない。一晩中ずっと一度動かせば止めることがなかなかできない。そんなことも知っています。マスコミが発表しなくても私たちはみんなでここで叫び続けます。再稼働反対、お知らせはですね、明日クリスチャンセンターで13時30分から原子力市民委員会というのがあります。これは、まあ、同窓会の学者とか、市民団体が原発をゼロにするにどうしたらいいかという話し合いの意見交換会で、機関の通りの方ご参加くださいというのがまず1点。それから実は1月の20日に、つい、4日前、東京で、原子力規制委員会の、お役人たちのと交渉をやってまいりました。その場で言うてるのは、今新しい基準、あれに合致したからって言って安全っていうわけじゃねえよ、事故を起こすことはあるよ。でお役人が言いました。これは重大な発言だと思います。とにかく、まあ、あの原発をゼロにしなきゃ我々の安心と安全は保証できないんですよね。原発をゼロにしましょう。それからもう一つ何言ったかな、まあ、あの30億円なんて俺たち決めたわけじゃねえと公約書は言いました。あれはあとは自治体と、事業所あの会社で決めろ。で30キロ圏という同心円で物事を決めるのはおかしいわけでございましてね、札幌なんてのは60キロ同じ距離だと言うけど、実は、この間出た本がありますが、その中で東電福市の事故の場合に最近に放出されたセシウム137の 85% 以上が太平洋に流れた。内陸に流れたのは 15% にもない。日本海側の原発がもし事故を起こしたら 100% 内陸側に参ります。ということは、福島市っていうのは今、結構汚れてます。あれは実はあんなところに住ましちゃならんものなんですけれども、それの、同じ距離ですよ札幌とね。だからもしあれが事故ったら6倍とか7倍とかいう放射線量放射性が流れて札幌まで来るんだということですね。これはもう市民、札幌市民全員どっかへ逃げなきゃならないんだよ。霧部市の人たち8万何千人だかのうち5万人を札幌市近辺に避難させると言うてるけど、札幌市民自ら逃げなきゃならなくなるよ。そんな原発やめましょうということで、皆さん原発ゼロを目指して頑張りましょう。以上です。Thank you.
の代表させていただいてました杉谷と申します。この会、この集まりで何度も訴えさせていただきました。それはこの泊まり原発いらないぞという報告なんですけども、この全国報告出しましょうということで、皆さんに賛同していただきました。これは朝日新聞に一面で出ました、全面で。でこちらは北海道新聞に5段抜きの2分の1の大きさで出すことができました。この意見広告を出すのは本当に海の苦しみだったんです。それで私たちは意見広告を出すのがこんなに苦しいことだったのか、本当にただのおばさんたちがやむにやまれず、やらないではいられないで始めた行動だったんですよね。でもこの同心は120万で、朝日新聞は114万人の方たちに、とにかくそれ以上の人たちに訴えたくて、もうがむしゃらにこの7ヶ月間やらせていただいて、ここで何度もアピールさせていただきました。で皆さんにそのチラシをお渡しすると、もうもらったよとか、もうやったよっていう声がたくさんあって、とても励まされました。で、ちょっと出たんですけれども、これを出した時にやはり何人かの方から賛同人になりたいから、名前を載せたいからどうしたらいいんだとか、寄付したいからどうしたらいいんだっていうお電話をたくさんいただいています。で、やはりこういう運動を北海道でやってるっていうのを知らない方もいらして、もっとたくさんの人たちに知らせなきゃならないなっていうのをつくづく感じました。私たちはこの会のために2万枚のチラシを撒いたんですけれども、それでもまだ本当に一部の方だけが知っていらして、で本当に知らない人がどれだけ多いのかってことを本当に痛感させられました。で私たちの会はこれでおしまいなんで解散になるんですけれども、泊まり原発が止まるまで、日本に原発がなくなるまで、世界中に原発がなくなるまで、微力ですけれども、頑張って訴え続けていきたいと思います。皆さんも応援してますし、私たちもみんなで力を支え合って、頑張って最後に向けてやっていきたいと思いますので、応援しています。ありがとうございました。失礼します。さんのライブが始まります。今日は間もなくですが、南三条2丁目のバー藤田でライブがあります。明日は江別、明後日はカンタアクションで行われます。そして舘孝子さんは日曜日のお昼12時からなりますが、鹿穂の北三条にあります一番広いところのスペースでも、ライブを行うことになっています。日曜日は1日朝から、原発のない北海道を実現しようと知事に宛てた署名の呼びかけを行います。その中で舘さんも歌っていただきます。日曜日の場合は皆さん歌を聴きに来てくださいというよりは、署名を呼びかける側になって入れてあげようと思ってます。署名自身は朝10時から夕方5時過ぎまでずっとやっています。皆さんのご都合のあるところで短い時間でも結構なので、近浜北三条に寄っていただいて、私たちと一緒になって声を上げて歩いている方々に声をかけていただければというふうに思います。今日の舘さんのライブはこの後でもまだ十分間に合いますので、行ける方ぜひと思っています。私たち反原発でもこれからもこうした音楽を通じていろんな方々に、原発について考え、原発をなくすために一緒に声を上げる、そのことを呼びかけていきます。一緒にやっていきましょう。最高の反対、
橋本です。今日もまあ自由放送団から、テレビにやってまいりました。まあ今日も寒いですけども、あと1時間しっかり皆さんで、体を動かしながら元気よくやっていきたいなと思います。この前、ちょっとフラッと福島の方に行ってきました。大熊町というところです。だいたい原発から15キロぐらいのところのギリギリのところまで行ってみました。立ち入りは制限されているところです。その近辺にはたくさんの黒いビニールに覆われた物体がたくさん並んでました。これが汚染ごみ、原発ごみと言われるものです。これが畑一面に並んでいました。その畑も一つや二つじゃありません。たくさんある畑のあらゆるところに原発ごみ、汚染ごみが並んでいました。このビニールの耐久性ってどうなんだろうと僕は考えました。こんなところに2年も野積みにされていて、このビニールを通して汚染物質って流れ出ないのかなって思ってます。もちろん畑なのでその近くには水路があります。水路を流れたら下流に流れます。下流に流れたらあそこだと太平洋に流れてます。なんか今太平洋の近くで汚染物質流れ出てる、そういうことをちょこちょこ前から問題になってましたが、汚染物質がそこに望みにされてるってことをもう少ししっかり考えた方がいいんじゃないかなと思います。汚染物質はもうカバーもされていません。望みになってるだけです。そんなのが福島県内あらゆるところにあります。それが下流に流れてきます。雨が染み込みます。雪が染み込みます。下流に流れます。人体に影響がないとどうして言えるんでしょうか。後から気づいた時にはもう遅いんです。これはもうすでに起こってしまった福島の悲劇です。この望みになった汚染ごみ、除染ごみ、これをどうするのか真剣に考えた方がいいです。これにお金をかけることについては誰も文句言わないと思います。ここの科学技術に金を使ってください。それからこれを今最終処分でどうするか全く決まっていません。ここももう真面目に考えましょう。ただ単に地中に掘って埋めればいい、そんな話じゃないと思います。そういう落とし前もつけないうちに再稼働なんてありえません。これから都知事選挙でも脱原発再稼働するかどうか議論されるようですが、今が良ければいいんですか。オリンピックに向かって経済良くする、新幹線を通すために経済を良くする、そのためにどうしても原発が必要だという人はいますが、今が良ければいいんですか。また同じようにこの汚染ごみ、除染ごみが出てきたらどうするんですか。誰ももう落とし前つけられません。同じような愚かなことをもうさせない、こういうことはこの福島第一原発事故の大惨害、大損害、大惨事でみんな学ぶべきです。ここに来ている人たちは、そういうことを真面目に考えている人だと思います。道庁の人たちもきっと真面目にそういうことを考えてくれていると思います。東京都民も今回ばかりは脱原発をそれなりに考えてくれると思います。でもやっぱり便利な生活がいいと思います。便利な生活と、それからこの先落とし前がつけられない、自分たちが責任が取れない、そういう社会を作るのかどうか、もう少し自分たちの生活を見つめ直して考えないといけないなと僕は思いました。人の不安の上に、人の生命とか健康の不安の上に、自分たちの安全とか便利な生活っていうのはあってはいけないと思います。もうこの活動も非常に長くなってきましたが、脱原発もう再稼働を絶対止めるというこの皆さんの決意は確固たるものになっています。もう今現在、止めて何の支障もないことが実証されています。もう動かせないぞ、あとは粛々と廃炉に向けて除染ごみ、汚染ごみをどうするか、そこだけに頭を使いましょう。それが日本政府としてやるべきことです。国会増長としてもそういうところにしっかり頭を使ってください。泊まり原発はもう廃炉にして、その先どうするのか、泊まりのあたりの経済復興、経済支援策どうするか、そういうところだけ考えてください。もう原発に頼らない、そういう政策を推し進めてください。よろしくお願いいたします。
ども、まあ、市立病院で医者をやっているんですけれども、昨年からですね、まあ、放射能の話とか原発の話をしたいということで、砂川の先生方の組織から呼ばれて、1時間半ぐらい講演しました。この後、それをがきっかけになって、今度は赤ビラの、先生方とか、まあ、教育関係の団体の方々から要請を受けて講演を行いました。で、来月、地元ですけれども、深川の教育委員会から要請があって、原子力、放射能の話とか、一体どうなっているか、その辺を聞かせてほしいということで、講演をすることになります。ですので、やはり学校の先生方もそうですけれども、一般の方々も、その放射能の影響というのはどういうふうになっているんだということを分からない、分からない、ただ知りたいという、そういう欲求はあると思うので、もしそういうような機会があったら、私ですとか、そういうことをやっている、他の専門家の協力を得て、どんどん学ぶという活動を広げていきたいと思います。で、やっぱり大事なのは、本当にどうしたらいいか、科学者はどう考えているのか、専門家はどう考えているのか、そして政治としてこういう状況をどういうふうに考え解決していくのかをやはり共に考えていく場を作ることだと思うので、今後ともそういうふうにして、協力してやっていければいいなと思います。頑張りましょう、はい。先生の、まあ、講演を聞かせていただいたんですけど、その時に、まあ、私にとってものすごい感銘の受けた言葉があります。それは原発はむしろ金子先生の言葉を聞いてちょっと私の中で思ったのが、今その都知事選などでも、まあ、原発を再稼働するのかしないのか、脱原発に向かうのか向かわないのかが焦点になっているようですが、正直私はこの問題にちょっと危険性を感じているんです。つまり脱原発だけが結局議論の訴状に上がっていたら、結局本来見える問題が見えないんじゃないかと私は思うんです。例えば福島の被災された人たちを助けるために貧困対策どうするのか、彼らの生活を立て直すためのそのための政策をどうするのか、つまり貧困対策だとか経済対策だとか、そういったところも本来問題にならなければならないのに、 なぜに脱原発だけがそもそも議論の途中に上がっているのかが、正直私は問題だと感じております。だから今回の都知事選で、そこで今回の都知事選で宇都宮さんが立候補されておられますが、彼はこの脱原発以外にもそういった優しい東京を作るとか、働きやすい東京を作るとか、そういった脱原発以外のことにも焦点を向けられておられます。だから私たちも当然これは当然私たちの問題でもあると思うんです。だから当然倫理上の面からも経済上の面からも、もう脱原発に向かうことは当然のことだと私は思います。だからこそ今回はぜひとも
宇都宮さんに挑戦してほしいと心から願っております。ありがとうございました。最下の反対、最近は原発の避難計画っていうのが、いろんなところで、その案が出されていますが、どれも不安なものたくさんあって、こんなことで本当に、再稼働していいのかっていうのが非常に疑問に感じます。さらに再稼働する基準っていうのも、その財界やアメリカ、財界の言いなりになって、どんどんその基準も下がっていて、こんばんは、本当に再稼働していいんですか、高橋知事。私たちは、命や暮らしを守りたい。さあ、その一心で、こうやって毎週集まってます。命や暮らしよりも、経済を優先して、本当に経済っていうのが、人間の命や暮らしがなければ成り立たないものが、人の命や暮らしを奪う、こんなことは本当にあっていいんでしょうか。私たちは怒っているんです。しかし、私たちの声に答えない政治っていうのが、本当に世界から見ても恥ずかしいんじゃないでしょうか。ぜひ知事には私たちの声に答えてもらって、再稼働しないっていうのを表明する 全国でも先進的な市の一人になってほしいし、それができないんだったら、今度の選挙でぜひ決着をつけたいということも伝えさせていただきたいと思います。皆さん頑張りましょう。再稼働反対、再稼働参加してくださっている皆さんに支えていただいているこの抗議行動ですが、
寒波のお願いでした。いつも皆さんの善意のおかげで抗議行動を続けられております。またスタッフが回りますので、ぜひ、少ない音の鳴るお金で結構ですので、担保を寄せていただいて、抗議行動を続けていけるようにご協力のほどよろしくお願いします。先ほどなんか今日いろんなところで集会やデモやいろんなことがあるようで、ちょっとだけ寄ってくださってる方もいて、お金だけでごめんねって言いながら、別なところに行かれた方もいるんですけど、本当に毎回私たちがその使っていることはホームページやツイッターでご報告しています。決してスタッフが飲み食いを使っていることはございませんので、かなり怪しいスタッフもいますけども、ごめんなさい、そんな人はいませんけど、きちんと報告しております。原発このはい、ありがとうございます。再稼働反対、福井県で、同じような原発反原発の運動をしている方とお話しすることがあったんですけど、本当に福井では先ほど広告の話をされて、みんな有志でお金集めて原発の意見広告書いてあって報告された方いて、それ読んでいたらここに出会った人の名前がたくさん書いてあって、あ、やっぱつながってんだなと思ってすごく嬉しかったんですが、逆に福井ではあたかも原発が必要かみたいな広告が未だに載っていたり、ちょっと ここで誰かがお話したと思うんですが、脱原発を進めている議員が福井に訪れたときにタクシーが乗車拒否をしたという言葉も実際あったそうで、本当に虎視眈々と経済界は手を変え品を変え原発を動かそうとしているという報告を受けました。本当に福井は銀座、原発銀座と言われているぐらいたくさんあったり、文字なんかっていうすげえ世界でも一番危険だと言われるような原発があったりとかで、本当に戦いがすごく大変な中、本当に利権が未だに渦巻いている。ちょっとしただけで新幹線が原発再稼働したご褒美かなんか知らんけど、新幹線がそこまで伸びたりとか、逆に反原発を動いている政治家に対してなんか就職斡旋してみたり、大学の講演こういった講師がありますよみたいなことが本当に進められているそうです。あったの来て、あったの来て、本当にそういったことが進められている世の中なのかなと思ってます。原発は本当に日本の汚いところの縮図だなということを常々思っていて、もちろん子どもたちを守りたい、先ほどから言っているように原発自体危険な、原発になんか反対という思いが強いんですが、本当にそういったところとも戦っていかなきゃいけないんだなということを痛感しています。もうその怒りの原動力で僕はここで叫び続けているんですが、本当皆さんと原発が本当に止まって、泊まり原発が廃炉になって、本当に飲み会をしたいぐらいな日が来るまで頑張りましょう。最初の反対、した時期もありましたけど、ここまで何年ずっと続けてます。中央署の皆さんもね、毎回こうやって来てくれて、私たちも見守ってくれてますけど、飯舘村、私が行ってきた飯舘村、避難区域になっている飯舘村も警察が守っています。本当に火事場泥棒、人が避難区域だから人が誰もいないところに泥棒に入るっていう、本当に日本人どうしてそんな悲しいことするんだろう。でそこを守らなきゃいけないから警察が張り付いています。その人たちも低線量被爆疑いがあると言われています。高橋知事、あなたがの部下である同職員、皆さんそういう思いをしなくちゃならないんですよ、もし事故があった場合。先ほど小林さんも言ってましたけど、規制委員会のする規制っていうのは安全じゃないんです。誰かは必ず被爆する、ベントをつけて爆発を防ぐためにも放射能は外に吹き出してしまう、そういった危険の上に成り立つ規制委員会、再稼働するために再稼働を許可するための規制って何でしょう。私たちの命は保障されない、むしろ危険になるというのを条件に再稼働をしようとしている、
今泊りでは本当に急激に工事が進められているそうです。泊り原発にを再稼働するための工事をするために泊りの雇用がすごく増えている、そういった現実です。経済上無益だ。そんなことをするんであれば廃炉にするための労力、それがよっぽど北海道にとっていいことか。もともと1号機2号機はもう耐用年数があと10年以上、10年も経たない、10年ちょっとで廃炉にしなくちゃいけない、そういった年数になっています。だからこそ廃炉に進む、廃炉にするために労力をする、お金をかける、それが今求められていることなんじゃないでしょうか。原発みたいな危険なもの、たかだか電気に命をかける必要はありません。福島では本当に被爆をしながら作業し続けている、そういったことが毎日繰り返されています。働く人がいなければ外国から労働者を雇えばいい、そんな安易なことを言っている人もいます。なぜ日本、本当に被爆国である日本がそんなことしなくちゃいけないんでしょう。再稼働反対。自分の家に帰れないように服しています。その現実を見てもそれでもまだ原発が必要だとあなたは言いますか。高橋さん、再稼働反対。によって除染をしなければならない土が2000万トンもあると言われています。これはこのまま私たちの子供や孫に残していかなければならない。これは
もう否定しようがない現実です。そうであるならば私たちはこの核のゴミをこれ以上増やさない、これが今を生きている大人の責任だと思います。だから私たちはこの場で81週間も声大にして言ってるんです。再稼働反対、たくさん人が今集まってきました。皆さん、私たち1人、2人、3人でもいいですけれど、その時負けないように、なぜなら私たちの後ろにたくさん人がいます。いつも私たち応援しています。多分数を見てこのテープ、この反対している私たちを反対している人たちが感じて、多分このデモがダメになっているとか、いろいろな考えていると思います。しかし私たち一人でも
何万人の人の考え方、何万人の祈り、何万人の将来、何万人の気持ち、希望、私たちがやっています。だから皆さん、私たちの役割がただここに来てバカみたいに叫ぶことだけじゃないんですよ。私たちここに来てたくさん人を支えることができる。だから皆さん、自分の声を多分すごい小さい、多分隣にも聞こえない、多分みんな耳を塞いで聞きたくもない。しかし私たちたくさん人の命の声と私は思います。だから私たち負けずにここで喋ります。自分の声を上げます。私たち自分の将来のためにすごい大きいこととかは全く必要ないんですよ。私ただ生きるために私はここに、私たちここに自分の声を上げています。この皆さん考えてください。この天気に左右されてみんな来ない、来る判断しているんですけど、でももし原発が何かあったとき、電気は全く関係ない。政府は夏に避難訓練とかやっているんですけど、でも高速道路も止まって全く家から外出ることもできない時もあります。そのとき私たち何をするんですか。だから今声を上げる必要です。なんで今東京で選挙になりますけれど、あそこで一人候補者も原発について動かすとか全く言ってないんですね。だって彼らも自信ないんですよ。もし自信なかったら、技術者も自信ない、政治家も自信がない、ただお金をもらっている、利益をもらっている人たちだけなぜか動かしたいんですよ。でもそれを動かせば私たちの命の問題です。私たち自分の命を自分で守らなかったら、この政府は絶対何もしない。だから皆さん、私たちの声がすごい小さいです。でもこの小さい声が何万人の規模の声ですよ。だから私たち負けずにここで再起動を絶対させないように気持ちで頑張りましょう。再稼働反対。こんばんは。寒い中お疲れ様です。南区から来ました神谷恭平と言います。私は、今年初めてこの場所に来させていただきました。もうすぐ 3.11 から3年数えようとしています。ここまで長くこの行動、私たちのこの場所での行動続いてきて本当にすごいと思う一方、一体筋だったらこの行動を笑顔で終えることができるだろうかと思うこともあります。でも私たち毎週そして多くの人たちが来れるときにして声を上げる、この活動を繰り返すことで私たち今日まで頑張ってきました。私、今年初めてここに来たからあえて、言いたいと思うんですが、以前
ちょっとある友達と飲み会をしたときに、いや、なかなか声が広がらない、どうやっていったらいいかなというふうに言ったときに、確かに大きく広げることは大変なんだけれども、僕たちの運動はゼロじゃないよね、1以上あるよねということを話しました。ゼロか1、これはたった一つの違いかもしれません。でも、全く声を上げていないのと、一人でも二人でも声を上げているというのでは、全く意味合いは僕は違うと思います。私たちは、1でも2でもなく、多くの人たちが原発再稼働反対と声を毎週上げ続けてきました。今はまだまだ声は小さいかもしれない。もっともっと大きくしていかなければいけない。でも私たちは必ず多数の人たちと一緒になって原発を止めることができる。そして今現に原発は止まっているわけですから、もうこれ以上一人とも動かしてはいけないという声を今年大きく広げていきたいと思います。皆さんと一緒に頑張っていきましょう。再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対、お前には入るよ、お前には入るよ、再稼働反対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 、ご苦労さんです。今国会召集日に合わせてデモをしてここまで来ました。本当にご苦労さまです。東京都の知事選挙やってますが、本当にあの玉上候補のテレビニュースを見て呆れ返りました。原発で一人も死んでない、原発で一人も死んでないんですということを彼はとうとうと喋りながら東京都知事選で原発を推進することを喋っていました。本当にとんでもない男が出たなと思っています。都知事選で原発も重要な争点になっているということは私嬉しいことだと思っています。東京都の1000万以上の人たちが東京都の知事にどっちがふさわしいのか、もう答え出てるじゃないですか。じゃあ北海道の高橋知事どうなんでしょう。高橋知事のこの煮え切らない態度、実質容認推進の方じゃないですか。私たちは北海道知事がきっぱりとこの北海道に原発はいらないという声明を出してもらわなければ安心安全な北海道は作れません。本当にこの北海道で道民が泊原発を廃炉にして本当にクリーンエネルギーで将来の子どもたちにこの北海道を伝えていきたい、本当にそういうふうに思います。本当に今日ご苦労様です。まだまだ頑張りましょう。再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対。
は友達もしてるので激しみました。皆さんご存知の通り都知事選で、みんな原発がどうだと、まあ、言わざるを得ない感じになってきてます。まあ、すごいいい感じだなと思います。で都知事選も、北海道知事選も、そのうちあるということで、またあの絶対原発がどうだってスカッとしたまんま選挙には絶対ならないんで、結構、頑張った甲斐があったなっていう感じがします。もちろん北海道だけじゃなくて、こう日本全体で、東京のあれからは大きく始まってるんだけど、日本中で、金融行動もそうですし、そうじゃないところでも、皆さんの行動が、実を結びつつあるって言ったらまだ早いかもしれないですけど、結構いい感じだと僕は思ってます。この調子でガンガンやっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。最下の反対、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 結果のニュースなり新聞なりを見ても、あとはいろいろ普段からニュースとか見るんですけど、結構この調子だと、皆さんも、原発いらないよっていうふうに、まあ、自民党の人は結構大変そうだけど、まあ、ちょっとずつ変わっていく、変わってきてるなと、僕は思います。結構いい感じだと思ってます。まあ、同じことの繰り返しになりますけど、この調子でガンガンやって、最終的に、泊原発はもう廃炉にしますっていうことと、もう原発は作りません。原発がなくても全然大丈夫、みんなで、やっていけるっていう、日本を、国をやり方をここで作っちゃえば、日本からまた世界に発信することも、できます。原発輸出とか、そんなこと言ってる場合じゃ、ありません。そういう方が俺は全然いいんじゃないかなと思います。ベタな言い方しますけど、ドイツを見習って、そういう日本にしていきましょう。どうですか？どうですか？どうですか？友達が来てるんで、ちょっと喋ってもらおうと思います。最後に。ちょっとだけ喋らせてください。僕は4月から、幼稚園の先生になります。あ、胸に座りました。はい、ありがとうございます。本当に未来の子供たちのためにとずっと言われてますが、本当に本当に本当にそうだと思うので、ただただ怖いし、本当に怖いので、一刻も早く廃炉に向けて進んでいってほしいと僕は思っています。この間、スラングのコウさんのインタビューを YouTube で見てたんですけど、コウさんが、廃炉に30年40年かかったら俺その福島原発の廃炉を見届けずに死ぬかもしれないっていうふうにコウさんが言ってて、それ以外の原発のこと、まあ俺らもですけど全部を見届けて死ぬことはないと思うので、でもやっぱりなんかしていきたいなと
思いました。なのでここで僕も声を上げさせてください。最下の犯罪、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 もう一人の友達に自己紹介したいと思います。はじめまして、道北の大路というとこから、来ました僕の出身は福井県の美浜町というところです。原発のことを少し知っている人からすれば、原発銀座って言われているその福井県の美浜町に僕は18年間生きてきました。親戚のおじちゃんも大井原発に働いているし、小中高一緒だった友達も美浜原発に働いています。去年その同級生が結婚して子供も生まれました。もしこの先美浜で事故があって、その同級生もおじちゃんも子供も放射能の力で病気になって死んでしまった時に、一体僕たちや政府の人たちはどういう責任を取れるのでしょうか。僕はそれがすごく怖いです。今泊まりにいる人たちも、もし地震が来たり何か事故があって、自分の体に影響があったり、自分の家族や今後生まれてくる将来の子供たちに影響があった時に、あの時どうして自分は犯罪しなかったんだろうって、そういうふうに思い返してもらわないように、これからも原発反対訴え続けていきましょう。最高の反対、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 
市に対して、そして同情の皆さんに対して、原発のない北海道を救うために一緒に力を合わせようと、ここに挙げていきます。最下の反対行われます。今日も今同じかこの時間に、バー藤田でライブやっております。明日はエベスどもであります。明後日はカウンターアクションでライブがあります。そして立さんが、日曜日のお昼午後12時から正午ですね、地下ほど地下三条のイベントスペースで歌を歌っていただきます。26日日曜日は朝10時から原発のない北海道を求める署名、通行人の皆さん、市民の皆さんに呼びかけるそのキャンペーンを行います。11時からはいろんな方々がおいでになってライブやります。皆さんにもぜひおいでいただいて、署名を市民の方に訴える側として参加していただければいいなと思っています。そして毎回お願いしていくんですが、私たちのこの取り組みは皆さんのカンパによって支えられています。今日皆さんに、ぜひあんまり、重たくないものをご協力いただけると嬉しいなと心から願っております。私たちの行動は残念ながら来週も再来週も、続くと思います。続けることが目的ではありませんが、状況は変わらないのに私たちの方で旗を下げるということもありません。これからもっと国が厳しくなればこの行動に参加できる方も減るかもしれませんが、この場に来なくても同じ思いを持った仲間がたくさんいる、このことを私たちが思っているからこうした中でも続けることができます。旭川でも釧路でもマイナス15度のところでも頑張っている仲間がいます。寒さだけが敵ではありませんが、そんな中でもまた来週頑張っていきます。そしてみんなと一緒に声上げたいと思います。最下の反対4台の方です。あ、そうなんだ。内容に住んでるんです。今、はい、住んでます。寒いのに朝こっち暖かいんです。朝マイナス22度とかになって、行きます。最近になって、はい、ね、雪もひどいでしょ。まだ全然違います、ね、あー、そうなんだ。お疲れ様です。内容をごひいきにしてやってくださいあんな遠い中なんでお疲れ様です。ナイロは寒いとこなんですよ。マイナス、冬マイナス30度超えるとですね、朝学校が2時間遅れとかになるところなんですよ、ナイロって。で、雪も多いんですよ。雪も多いし寒いんです。すごい住みにくいとこです。田舎で何もないですしね。
しょ、今日も氷ちょあ間違えた早朝前氷行動の様子を最後にちょっと撮って配信締めようと思います。氷行動はどうなったか、どうなった、おー綺麗じゃない、あれどこ行った、おー青オレンジ緑綺麗だね、滑り台すごいねこれ滑って車に轢かれないようにね、うん、カバンが邪魔だね。今日はあれだね、キャスちゃん来れなくて残念だね、さなみちゃんも来ないね。お疲れ様です。こっちにもあった。今日は全部ケイ君が作ったんだよ。ふーん、こっちはカナエ？うん、これは違うけど、ここはカナエ。ふーん、色つくと可愛いね。でも雪が黒いね、もうね、うん、じゃあ、行こうか。ママ、お腹すいた。いやー始まったー、お腹すいたー。でも氷行動の爪痕を残して配信終了します。ご視聴いただきありがとうございました。いつものおじさんでしょ。うん、あの色、氷につけてる色って何で作ってんの？色水。色水って何？絵の具？絵の具みたいなやつ。絵の具を水で溶かして持ってきてるそうですよ。それをあのかき氷作る時みたいに、カップに雪を詰めて、そこにじゅわーっと色水をじゅわーっと入れて、カポッと入れ物をひっくり返して、ああいう風に作ってるらしいです。私はあんまり見てないですけど。そうなんだよ。今日は氷行動の、あのいつもの女性2人がいなかったので、子供2人で一生懸命作ってたみたいです。まあ、カナエはただ遊んでただけだけどね。じゃあ配信終了します。バイバイ。バイバイじゃないよ。だから片付けしてんの荷物こっちに。